おはようモードを設定します。まずおはようボタンを長押ししてください。タイマーになりましたら時間に応じて番号を入れていきます。1時間のタイマーであれば1と設定しておはようモードをもう一度押してください。こうしますとタイマーという表示が出ます。これで1時間後に起動する形となります。